ユリア・ラウトワ。16番ユリア・ラウトワさん、オーストリア。オーストリアユリア・ラウトワ16歳、元ロシア。おなじみの2つのギター、ジャンプはまずルッツです。あっとトーループは飛べません。ストレートラインステップを経て、レイバックスピン。考えたスパイラルステップです。フライングキャメル終わって、さあラスト30秒。ああジャッジの前でのダブルアクセル。ああ泣けてきます。オーストリア16歳のユリア・ラウトゥーはジャンプに行くところが踏み切る瞬間に滑ったり流れてしまったりうまくいきませんでした。ただ後半のあのステップでの手の動き、表情というのはさすがに小さい時からの鍛えてきた、そんなものを感じさせました。ルッツからのコンビネーション、3回立ってその後ダブル等、これは良かった。しかしその後のソロジャンプが失敗をして、さらに3つ目のこの彼女としてはたやすくいくはずのダブルアクセルも着氷の時に少し体重が後ろに残った形になったんでしょうか。綺麗にエッジが抜けるというよりあのスケートの先についている塔に引っかかったような形になってうまく降りることができませんでした。ジャンプの得意なはずのラウトゥーアがそのジャンプを失敗してしまって非常に苦しいスタートとなりました。というのは今年、いや去年の世界選手権ローザンヌでは第8位という実績、ただその時はショート11位、フリー6位という後半追い上げて順位を上げました。まあ、フリーがあります。今日の出来は、まあ、気分を入れ替えて臨んでほしいと思います。さあまず得点リクワイアードエレメンツ、規定されたジャンプスピンの正確さ、技の難度を評価します。3点台が1人、
プレゼンテーションはこちらは5点台 5.4 が2人ハンガリーとフランスのジャッジがつけました。12という数字が並んでいますがラウトゥーは12、トップはリピンスキー、2位ブティルスカヤ、3位チンロ、日本荒川は